select your character. 限界の日が出てなかった。ナオト・クロガネ・スサノオ。B チーム対 C チーム、先鋒戦はハズレナオトとノアのスサノオ。中段取る。投げを投げて 6B がフェイシャルからの中段補正切り、フルゲージ通して来るぜ。ラッピャンから位置入れ替えて、スサノオの攻め権が終わらない。中段通る、投げ抜けて作り直しましたが、さあ見るな。スサノオ H ラウンド選手はノア。レベル2アクション、2ラウンド目はハズレナオトのターン。かっこいいコンボ、瀬戸みたい。あー補正切りが止まらない。4式が下段を光らせました。中段通して、ここはゲージを吐いていく。いい長い。おっと、ここは OD 吐かないでリストを止めてきましたが足りない。消えながら取る。ここでバット。おっと、際どい距離。2D がヒットして1本取り返す。直側から続く攻め系をしっかり5番で割っていく。チクチク固めて、裏からクー投げ、しっかり位置も入れ替えている。青火だが関係ない。コンボ伸ばして3600。ガーキャンは光らせているが、ここは OD がバストに化けたっぽいが、ビーストーションで割り込んでくる。代表が少ないのでダメージは控えめ。ゲーダン通した。これは足りない。くだらんな。いいにしる。最後はジャンディス勝ったところに 5B 引っ掛ける。スサノオの勝利。カード使えなくない？ああ、カード使わないでそれもしてんのか。スサノオマイナツメ。中堅として出てくるのは先ほどノリノリだった町の前。中段通る、アフターシール。
先ほど見た光景素直に中学で引き返して難しいものだ。面倒くさい。攻撃が通る。中段でしっかり小判で割り込んでいる。投げて補正切ってディストーションでフィニッシュ。まあまあバーストたまったんで最適選択肢。イチャの選手ならマーチ。ダンジーカウンター。認識ここはホーリーでダメージ伸ばしていく。かっこいい。これ本物の武器。上から降ってきて3200。位置入れ替えているが、これはガードしている。あとこれは避けるのが間に合わなかった。さあ押し切っていく。一本取り返す。調子抜けだな。最後に1置いてある。1位が間に合わずバースト。1位の判定すごいな。投げ通してしっかり後ろに投げて。ディストーションぶっ放していく。反応取れず自分で端を背負ってしまう。これはラピキャンを使って無理やり倒しきっていった。中堅は10の名前最初からこれだったっけ。これだったか。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. 英雄同断戦。あれ殴れるのすごいね。中断で補正切る。しっかりと扉に引きで落としていく。位置入れ替えてカグラのターンか。2シー6シー、これはしっかりとパフナー出している。パフナー当てていく。速バスト。これは修行で陣に入れている。トービーが通った。1アウト選手したのはマチ。陣に取った。ハフナー化けている。ハフナー通す。元ワイバーのカウンター。飛んでいたので高すぎて攻防が当たらない。後転が
払われている。バスゲーンが取る。ここはバーターしている。どうしよう。町の勢いが止まらず、大将として出てくるのはアットのライチ。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. Counter. 補正撃になってる。ゲーラントール。投げは逃げている。ジョークはポーパー一回割っていくんですが、シェルナンも立っている。おっと、これは素晴らしい対空。投げ通す。バースト吐いて、ポーパー対空。うわー、押しおきがない。シーヒミュージやりすぎ。スワネがバゲている。集団が通る。あれ、補正義集団で殺していく。おっと、さっきからこの感じが多いですよ。シーヒミュージジャンシーカウンターから街の勢いが止まらない。攻めすぎた。アットライチがボビーアワで通して中央。スワンコース最速コーパン。あー、すごいバーストガン。こちらもすごい対空。おっと、クーナー切ったところ引いていく。町の勢いが止まらなかった。そのまま全部倒しきっていった。